はい、今日の動画はですね、多肉の水やりについて、ちょっとお話ししようかなと思います。個別にやるんじゃなくてですね、こう一気にやる方法、それについてですね、お話をしたいと思います。で、まあ、それ兼ねてですね、殺菌剤、そちらの方もですね、与える、水やりと兼ねての方法でいこうかなというふうに、思っています。他の動画でもね、撮ったことありますけど、このトロフネですね、こちらの方にザブーンとですね、このトレイを、丸ごとこうつけてですね、一気にこう水やりをする。前がですね、ウォルトランブロとか言ってから撮ったかもしれませんね。これがですね、こんな感じでこう30とメモリが見えると思いますけど、こう水面のとこは20ですね。これがあの30リッター入るんですね。で、このブロックを置いてるのは、このトレイをこう沈めるときにですね、手を離せるように、このトレイをこのブロックの上に置けばですね、手が離せて、あのすごい楽なんでですね、こういうふうにつけてます。で、これだけだとですね、ちょっと水量少ないので、このあとこの水をですね、この30の目盛りのところ、ここまでちょっと水をね溜めて、その後ちょっとねやっていこうかなというふうに思います。30のね目盛りのところまで水を溜めました。まあ、このブロックがあるので、厳密に言えばですね、ここまで溜めても実際はこうどうですかね、 29.5 リッター、29リッターぐらいかもしれませんけどね。はい、こういう感じで水を溜めました。で、まあせっかくね、つけるので、今まではこうウルトランをね、これ混ぜてましたけど、今日はですねちょっとね殺菌剤の方をね、混ぜていきたいなというふうに思っています。今回ですね、こちらの殺菌剤ベンレートをね使おうかなと思っています。この使用方法で、こう、貫中ってありますよね。こちら。これ、貫中。貫中ということは、これこうね、土の、こう土にこう貫中、こうね、土に巻くということが、できますよというようなことなんでですね。こういうこと。普通はね、散布なんですけどね。あと、こういうふうに、こう、種子とかをこう、あれかな、つけたり、そういったこともこうできる感じですね。すごく多いんですよ。こういうふうにね、用途が、まあもちろん多肉とかいうのはないんですけどね。こんな感じで、まあいろんな病気にね、効くんですよ。で、例えばこれまあ用途的にはパンジーなんですけど、ここにですね、なんだ、あ、根腐れ病とかね、これあります。根腐れ病。で、それを、貫中でいいというふうになってます。倍率は2000倍ですけど、こういろいろあるね、500倍から、1000倍から。だから今回はどうですかね、1000倍ぐらいでやってもいいのかなと思います。大体はね、こう散布なんですけどね。うん、まあけどこう貫中。これが、まあいちごの場合だと、炭疽病とかいうかな。で、これはナエルに黄色い病。だからちょっとね、このウイルスの関係っていうのは見えませんからね。ああいうふうに、コナカイガラムシとかね、そういったやつはわかるんですけど、だからまあ、これは、適応害虫名ってこうなってますけどね、菌は本当に確認ができないので、与えとけば随分違うんじゃないかなというふうにね、自分は思ってます。で、こちらの方、まあ、水が30リッターなので、こちらをですね、30グラム入れないと、結局1000倍になりませんのでね、これ100グラム入りです。こちらの方ですね、ここに計量カップ用意してますんで、これね、手袋とスプーンも用意して、こちらに、あれですね、30g ちょっと入れて、でその後希釈したいなというふうに考えてます。はい、こちらのボールの方にね薬を入れるとこんな感じ、真っ白なね、こういう粉です。で、グラム数がね、だいたい 30g ね、まああんまりこう細かくね、する必要はないのかなと思いますけど、はい。そういうことでですね、こちらの方を、水ね、こう溶かして、使用していきたいなというふうに思います。はい、こちらの方ですね、水に溶かしていきます。こんな感じやな。真っ白。まあ、ちょっとよくね、混ぜないといけませんので、水を少なめにして、
後でこう足していってあげてもよかったですね、シャワーでね。そっちの方がよくこう、混ざったかもしれません。こういう風にね、白濁します。よくあのオルトランの流剤をこう溶かすと言いますけど、それを溶かすんであればですね、オルトランも水和剤ってありますからですね、そちらの方をね使うと、よかろうかと思います。それが正しい使い方だからですね。はい、希釈するとこういう感じです。はい、希釈がねできましたので、こちらのトレーこのままですね、ザブンとつけていきます。よいしょ、こんな感じですね。あんまりね、長いことつける必要はないのかなというふうに思います。こうだんだんね上がってきますからですね、これぐらいでいいのかなと。はい、まあ、10秒ぐらいでね、後々ずっとね、染み上がってきますので、こういうふうにねトレーで一括でやると楽ですね、例えばこれ35個のトレーなので、これでいけばこう一気に35個ですね、水やりができる、すごいこう手軽というかね楽です。そしたらですね、揚げた後はこういう感じで少しこう、このね、トロ船の上に置いとくと、ちょっと雫がね、ポト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 また下に落ちるんで、時間があるのであればですね、ちょっとしばらくこんな感じで、待ってもいいのかなと思います。まあそのままね、違う場所に置いてもいいんですけどね、はい、こういうこともちょっとね、あるかなという感じですね。で、あとはまあ、トレーでね管理してない人もいると思うので、その場合は黒トレーですね、そちらの方に入れて、ザブンとつければ、それはそれでね、この、トレーのサイズ感にこうこだわることがない、このこれはもうね A の25じゃないとこうできないんやけど、他のこうサイズのプラ8とかですよ、リメ8、そういったやつもね黒トレーやったらいけるので、そういう感じでやっていくといいのかなというふうに思います。でこちらがね、黒トレーですね、こういろんなこうサイズ感、リメ8とかね、こういうこう陶器の8、いろんなやつが黒トレーであればですね、こうサイズにこだわることがないので、こういう感じでポンとつける、はい、ただこういうふうにね浮き上がったりする、固定されてないからですね。これもそうでしょ。だから、きっちきちにこう爪で開けとくといいんですけどね。こういうふうにこう。特に、こういうね、中に黒ポット。ね。黒ポットのまんまだと特にこう浮き上がりやすいですね。はい。こういう感じ。これでいくと、まあこれでもね、20個ぐらいあるかな。はい。一気に水やり。プラス、殺菌、そういったことができますんでですね。はい、かなりお手軽な。で、まあ、底面流水なんでですね。そこら辺もこう、群れとか、そういったことのこう、安心感がありますよね。こういうことなので、ぜひね、面白いなっていうかね、参考になるなと思うんであれば、やってみてはどうかなというふうに、思います。はい、ということでですね、一気に水やりをこうする方法をお話しましたけどね、まあ最後の最後までこのトロ船であげるってことはちょっと難しいかもしれませんのでですね、でその場合はこういうね、じょうろを取ってあげてですね、で、まあさっきの説明書にこうありましたけど、散布もね、こうできる、そういうやつになりますので、すべて缶中でやるんじゃなく、こういうふうにね、かけてあげてもね、いいと思います。本当はね、かける場合は、こういうじょうろっていうか、まあ、これはあれですね。あ、じょうろじゃなくて、あっちの方がいいか。これを噴霧器に入れて、そっちで巻いた方がいいですね。あ、そうですね。じょうろじゃない方がいいですね。これでやんないで、こちらの方を噴霧器とかに入れて、ずーっとこうね、巻いてあげる。そちらの方が、いいかなと思います。まあ、今回の場合、これ30リッターも作ってるんで、相当巻くだけあると思うんですね。余るほどあろうかなというふうに思います。まあ、これちょっと撮影のこともあったんで、こういうふうにしましたけど、ここまで作る必要はないのかなと思います。自分もこれちょっと余っていくんじゃないかなというふうに思いますからね。これをどうしようかなというふうに考えますけど、まあ、
庭木あたりに効くのか分かりませんけどね、はい、そこをまたなんとかちょっと考えて、収録していきたいなというふうに、思っています。はい、ということで、本日のですね、動画終了、動画をいいと思っていただけましたらですね、チャンネル登録とか高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。